花巻東バイパスは国道4号のバイパス道路である。花巻市、高木付近花巻市の中心部を通る国道4号は片側1車線で交通量が多く沿道が住宅密集地であるため兼ねてから騒音や交通渋滞などに悩まされてきた。そこでこれら諸問題を解決するため東側にバイパス道路を建設することとなり、これにより 市街地における交通渋滞緩和と通過交通の分散が期待されている。釜石自動車道開通に際しては、花巻空港インターチェンジが岩手県道296号花巻空港インター線を経由して接続しており、花巻空港の空港ターミナルビルが滑走路の東側へ移転したことに伴い、最寄りのインターチェンジとなっている。なお花巻空港インターチェンジへつながる。 立体交差点の速道部は直進禁止となっており、速道へ入ると東 BP へは戻れない。花巻東 b p 北口交差点は、東道路終点にある交差点。交差道路花巻警察署管内で交通量が最も多い交差点。かつて国道4号は直線道路だったが、東バイパス開通後はバイパスへの導流を優先させるために急カーブを描き、 県道286号もルート変更が実施された。東交差点が誕生した当初、東バイパスは北半分のみの部分開通だったため、水濁、北上方面への右折車とバイパスからの対向直進車とが正面、側面衝突する交通事故が多発していた。このため、国道4号側の信号機表示は右折と直進、左折車を別々に動かす。 セパレート式へと改められている。ありがとうございます。